何があかんのと、ついてるやんけと。取れた。これをこのハートマークの状態からいつかやろうとは思ってたんですけど、これを買ってしまったのがね、始まりで。お疲れ様です。久しぶりのね、撮影で、最近ちょっとため撮り動画ばっかりでね、最新の動画がないと連絡がありまして、私仕事になるんですけど、5ヶ月前にね、ちょっと子供ができたとかがありまして、ちょっと仕事がね、バタバタしてるのもあって撮れてないんですけど、これからやっぱり僕ノウハウ動画を主に頑張っていこうって始め立ち上げたんで、今日はノウハウ動画でいきます。で、これなんですけど、これ皆さんなんて言いますかね。僕はね、ゲジゲジと呼んでるんですけど、ナイロンブッシングが正式名称だと思います。まあ、ブッシングって呼ぶ人もいてたり、まあ、縦ブッシングとかストレートブッシングとか、まあ、いろんな呼び方をされると思うので、まあ、そこはいろんな覚え方をしておいたらいいと思います。で、まあ、ブッシングってね、丸いブッシングとかもあるんで、ブッシングで呼んじゃうと結構ね、困惑するというか混乱するんで、そんなんがあって僕らの会社は昔からなんかゲジゲジやったっていう、どれが正解かは分かりません。今日やるのはゲジゲジの付け方。そんなん誰でもできるわっていう話だと思うんですけど、僕もいろいろこう現場見まして、行ってみたりしてて、ああちゃんとつけれてないなっていう人もいてたり、あ、この人分かってんなっていうのがあったり、まあ、大したことじゃないんですけど、まあ、プチテクニックとして、これから電気工事始めたばっかりの人とか、あ、知らんかったわっていう人もいるかもしれないんで、ゲジゲジの適正な付け方というか、裏技というか、まあ知ってる人は何割ぐらい多いかちょっと分かんないですけど、やっていこうと思います。ってことで、今カメラマンの深夜にゲジゲジをつけてもらいましょう。了解です。これ何パーやったっけ。27やったんじゃない。これね、塩ビのボックス33。僕らね、鉄ボックスの使うことが多いんで、鉄ボックスで行きたかったんですけど、ちょっとゲジゲジが太いのしか今在庫がなくて、急遽塩ビになりました。深夜さっきゲジゲジまあつけれんでって言ってたけど、うん、ほんまにつけれんで。普通につけてみて。え、つけれる。買った。すぐにして。これ違う。これ違う。こうやってね、サイズ今深夜が間違えたんですけど、サイズ間違える人多いんで、まあ、これねちょっとカメラやから見にくいんですけど、太さがあります。まあ、これまたカタログかなんか載せれたら載すんで、購入とかされる際間違わないように。ほんまや、全然違う。長かったかな。一本長かったかな。切れましたね。はい。これがね、まあ、一般の付け方やと思います。何があかんのと、ついてるやんけということになると思うんですけど、まあ、ちょっと検証しますので少々お待ちください。そしたら深夜ゲジゲジつけてくれてんけど、まだ何がダメなのか分かってないね。分かってない。で、今日ちょっと仮想的なんですけど、この足場に塩ビのボックスをつけて、まあ、上から入線してくるというシチュエーションで入線してみましょう。取れた。取れた。取れた。もうちょいいって。はい、これで今ちょっと見えたでしょうか。ゲジゲジがね、取れました。こういうことが起こりうるんです。で、これの対策としては、他考えられるのはアロンアルファをつけたりすることが多いです。僕が教えるとっておきの方法があるので、今から実践してみます。お願いします。では行きます。まあ、深夜がさっきつけたように、初めは一緒です。こうやって、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 で、この辺で切りましたね。マジックつけようか。さっき深夜が来たのは大体この辺ですね。この今赤で印をつけたんですけど、うん、この辺りで切ってました。あ、うんうんうん、これをね、あえてね、ちょっと長めにするんですよ。ここぐらいかな。そうか、一山ぐらい。うん、一山ぐらい長めに切ります。
そしたら入らんやんけって話だと思うんですけど、まずこの先頭と先頭をこうやってコツンコさせます。ほうほう。でこれは言ったらハートマークになってるの分かりますか？うん。ハートマークにして、これをこのハートマークの状態からこうすると、おお、こんなこれがパツパツなんですね。わかるかな？はいはい。あ、ブッシングが完成しました。これでしたら乳腺は取れないでしょ？取れてない。取れてない。あくまでもブッシング突っ張ってるだけなので、多分無茶したら取れるとは思うんです。おお。完全に 100% ではないんですけど、初めの付け方よりかは確実に抜けにくいので、これかなりね無茶した電線入れてるんで、普通にもうちょっと本数とかが少なかったら全然抜けないです。あとはまあ鉄ボックスとかやったらもっと抜けにくいとかね、いろいろあるんですけど、そういうことでした。はい、ってことで今のやり方をぜひ、もし知らなかった人は使ってみてください。さっき僕こう実際に合わせてみて、まあ二山ぐらいかなみたいな感じでやったんですけど、例えばもう現場で何個もある場合だったら、これ長さがね、まあ、102ミリちょいです。だから1個サイズさえ決まれば同じ長さをね切っといたら、もう大量に一気につけていけるので便利です。なんかあの僕の場合は大量にやる時があるんで、もう例えば33パイ用のボックスとかを用意しといて、そこに1個この正規のやつを入れてます、ゲージとして。ほんならそれと同じように、例えば今日20個つけるんやったら20個切って、で51パイやったら51パイ用の箱みたいな感じで、かなりたくさんつけるんですよっていう人は、そういう風に量産していけばいいんじゃないかなと思います。現場でね1箇所だけとかやったら、今みたいに2山3山長めからねやってもらった方がいいですわ。3山残すとかね、4山、4山はちょっと無理かな。長めで長くて入らんかったら、もう1山ちょっと落としたらいいし、先に短めで見積もってしまうとパーになっちゃうんで、有効活用してください。ということで、皆さんご視聴ありがとうございました。ちょっと最近展示会動画とか案件動画とか、商品紹介動画ばっかりになっちゃってると、もっとこう技術ノウハウを教えてほしいみたいな声があったんで、僕も仕事終わりの時間とかちょっと時間作ってできるように頑張ります。これからの動画の展開としては、ちょっと鉢の書き方早すぎて分かれへんっていう声とかがあったんで、鉢の書き方とか丸鉢の書き方とか、まあ本当に基本的というか、まあ、知ってたらいいんじゃないかなっていうことをもうちょっとピックアップしてやっていこうと思います。でちょっと話取れるんですけど、僕ニックスのね赤タグをねずっと使ってたんですけど、こういうプレートとかもええやと思ってたんですよ。いつかやろうとは思ってたんですけど、ちょっとこのね僕の赤タグの3段が下もう 2,3 年使ってて穴開いたんで、どうせやったらバリにしようと思って、もうこれを買ってしまったのがね始まりで、やったらもう全部バリやということで、まあこれまだ不揃いなんですけど、ちょっと1ヶ月に2万円ずつとか無理1000程度に実は買っていってます。僕のニックス腰道具編も途中経過っていうので撮ろうと思いますので、これからニックスを始める人やニックスをやってる人、ニックスをやってる人はまだまだやなっていう目で逆に教えてください。僕組み方素人なんで、これから始める人は、まあ、僕と同じレベルというかね、一緒に試行錯誤しながらこんな考えで買ったんやとかね、共感してくれたらいいと思います。ってことで、YouTube配信が減少気味ですが、まだまだ残していきたいチャンネルだと思ってるんで、チャンネル登録と高評価お願いします。ありがとうございました。どうも、歌とお酒が大好き関西なまりのいい女 VTuber の暁ひばなです。あなたの不幸をいただきます。不幸タイツの化け猫 VTuber シャノワールアレンシュンゴです。私たち2人が参加させていただいた電気工事士現場あるある、もう見てくれました？電気屋 YouTuber のゆうさんと3人で現場の人なら絶対わかるあるあるを紹介しています。いやでもしゅんごくんやっぱさすがやな、髪なくなったりペンキかぶったり不幸スキル発動しまくりやん。ネタバレネタバレ、しかも嬉しないわ。そんな私たちは普段 YouTube とショールームを中心に活動しています。ゲームや歌、雑談トークで楽しんでいただけます。概要欄にリンクを貼っていただいてますので、少しでもいいなって思った方はぜひチャンネル登録、Twitter フォローして遊びに来てくださいね。私たちの所属するピクセルポップは他にも個性豊かなメンバーが勢揃い、きっと推しが見つかります。関
歳から日本を元気に。大阪の愉快な VTuber 事務所ピクセルポッププロモーション。よろしくお願いいたします。公式のフォローとチャンネル登録も忘れずに。とりあえず面白くしたいです。元気やも。